美しい顔立ちは成立しないって科学的にも証明されちゃってるし。なんだおめえ、肉食が全員醜いって言いたいの？僕の取り柄はルックスだけです。ブスでよし、何でもよし、心静かに。いいから変に騒ぎを起こさないでほしい。だから今年の春に部員が食べられちゃう事件も起きたし、花形役者も消えたし、腕に立派な喧嘩の勲章を残してる狼もいる。なんで、何？いや俺は凡人だけど裏方だし。静かなのにどこでこんなのこしらえたの？あんたは確かにヤバそうね。怒らせないでおく。おい、レゴシはずっと同じ肉食獣として演劇部を続けてきた仲間だ。そうだそうだ、お前側にはつかせねえぞ。みんなして犯人探しの邪魔して。俺こと目指してんだからな。